こんにちは。皆さん、今回の話題は日本の戦国時代に君臨した織田信長、この人物について解説します。戦国時代、日本列島は数多くの戦国大名たちがしのぎを削る時代でしたが、その中でも輝き続ける伝説的な存在が織田信長です。彼はどのようにして武家の中から頂点にのし上がり日本を変革したのでしょうか。そして信長の人生には未解明のエピソードが数多く残っています。その謎に迫る旅が今始まります。信長の野望、戦略、そして最後に至るまで、我々は彼の生涯を探求し謎を解き明かすためにここにいます。それでは信長の生涯を見ていきましょう。1534年に生まれた信長は、1547年に父信秀が死去したことで織田家の家督を相続します。この時信長の異色ぶりから尾張の犬死にとまで評されましたが、彼は見事に織田家を統一し尾張国を制覇します。その後は天下統一を目指して戦い、1582年の本能寺の変で命を落とすまでの間、数々の戦で勝利を収め、その名を天下に知らしめました。信長が活躍した戦国時代とは、日本が分裂し大小様々な勢力が互いに覇権を争った時代です。この混乱の時代を舞台に信長は活躍し、その存在感と行動は他の誰とも違った独自の色を放ちました。そして彼の行動と影響力は、その後の日本の統一と近代化に大きな役割を果たしました。では織田信長の若き日々について話していきましょう。彼の挫折と成功、そして天下統一への野望の始まりは、この時期に起こった出来事によって形作られました。まずは信長の父信秀の死と家督相続について。信長はまだ14歳の若さで家督を相続しましたが、彼の行動は多くの人々を驚かせました。彼の気功から尾張の犬死にと評されることもありましたが、この挫折が後の信長の成功への一石を投じたといえます。また彼が織田家を統一し尾張を制覇すると、その才能と野望は明らかになりました。そしてこの天才が全国にその名を知らしめたのが、次に紹介する桶狭間の戦いです。この戦いで信長は大名今川義元を破り、その時点での日本最大の軍勢を持つ有力大名を討ち取ったのです。この勝利によって信長は天下人への道を歩み始め、彼の野望は明確となりました。桶狭間の戦いにて今川義元は2万5000もの大軍を持ち、対する信長の兵力はわずか3000でした。この数の差を覆し勝利を収めた信長の戦略は、彼がいかに卓越した戦略家であったかを物語っています。この戦いによって信長の名は天下に響き渡りました。ではどのような戦術を用いたのか見ていきましょう。まず鉄砲の導入です。信長は鉄砲の早い導入者の一人で、これは彼の軍隊に大きな優位性をもたらしました。鉄砲は従来の武器と比べて優れた射程距離と威力を持ち、信長の軍隊はこれを効果的に使用しました。特に桶狭間の戦いでの鉄砲の使用は有名で、信長の勝利につながりました。鉄砲はまだ新しい技術で、その効果を理解し活用することは難しく、それを大胆に採用した信長の洞察力と先見の明は評価されるべきです。信長の鉄砲導入の背後には、その時代の状況があります。信長はただの戦士ではなく文化人でもありました。彼は茶の湯文化を奨励し、またキリスト教を積極的に受け入れました。これらの政策は他の大名が取らない新しい価値観を受け入れ、日本の国際化とヨーロッパとの交流を促進したといえます。茶の湯は戦乱の世を生き抜くための心の安らぎを求める人々に広く受け入れられ、またキリスト教の需要は西洋の文化や技術の導入を促し、日本の近代化に寄与しました。また信長は戦術だけでなく広範な戦略も考慮に入れました。彼は戦争の長期化を避け、急襲や包囲戦を用いて敵を効果的に制圧しました。また城を築いて戦略的な拠点を確立し、地域統一に貢献しました。さらには民心の掌握し、信長は支配地域において地元の武将や領主を統一し、地元の民衆に対しても相対的に寛容な政策を取りました。これにより
彼の支持基盤を強化し、戦国時代の混乱を収拾しました。外交と同盟について、信長は外交にも長けており、異なる勢力と同盟を結びながら、敵対的な勢力を孤立させました。また、対立勢力の内部に対立や分裂を引き起こすことで、彼の戦術は敵対勢力の力を弱体化させました。総合的に、織田信長は戦術的な新機軸を導入し、戦略的に敵を制圧するとともに、外交手腕や文化の奨励を通じて政権を強化しました。これらの要素が彼の野望である天下統一の達成に大きく寄与し、日本史上の偉大な指導者の一人とされています。桶狭間の戦いの後、信長は自身の野望、天下統一への道のりが始まると感じました。それはまた、日本全国が一つの国として統一される道筋が見え始めた瞬間でもありました。信長のこの野望は、その後の戦国時代の展開に深く影響を及ぼし、日本の歴史を大きく塗り替えることとなります。さて、ここからは織田信長の最後と遺産について見ていきましょう。まず、本能寺の変という悲劇から始めましょう。織田信長は本能寺で明智光秀の反乱により、その生涯を終えることになりました。この事件は信長の野望の終焉と戦国時代の終結を告げる象徴的な出来事でした。それに至るまで、信長と明智光秀の関係は実は良好でした。信長が天下統一の道を進むためには、信頼できる部下が不可欠だったのです。しかし、光秀がなぜ裏切ったのかは、未だに多くの議論が交わされる未解明の点です。本能寺の変の直後に信長が残した、明智光秀一族滅亡の遺言は、後世の戦国史観に大きな影響を与えました。次に、信長の死後の世界、天下統一の未遂について考えてみましょう。信長の死後、天下は再び動乱の時代に突入しますが、その中で、三英傑、特に豊臣秀吉と徳川家康が台頭します。秀吉は信長の意志を継ぎ、家康はそれを引き継いで、ついに天下統一を成し遂げたのです。ここで注目すべきは、信長の死が引き起こした波紋の大きさと、その後の日本史に与えた影響です。信長の野望は未遂に終わったものの、彼が打ち立てた秩序とビジョンは後継者たちによって実現されました。信長の歴史には彼の失踪という謎めいた未解明なエピソードが存在します。どのような失踪があったのか見ていきましょう。まず、山崎の戦い後の失踪新潮の失踪は、戦国時代の有名な戦闘の一つである山崎の戦い、1582年の後に起きました。信長はこの戦闘で敵対的な織田信忠と明智光秀と戦い、勝利しました。しかし、その後、彼は急に姿を消しました。諸説ですが、信長の失踪の原因については、様々な説が存在します。一つの説は、信長の側近である明智光秀が、信長の失踪を引き起こしたとするものです。別の説は、信長が自害したというもので、それは彼が敵対的な力から身を守るためであるとされています。信長の失踪の際、彼の居城である本能寺が焼却され、多くの文書や貴重な資料が失われました。このため、信長の失踪に関する具体的な経緯や意図が不明瞭となりました。信長の失踪は、日本の歴史に大きな影響を与えました。彼の死後、豊臣秀吉が統一を進め、日本は戦国時代の混乱から平和な江戸時代へと移行しました。信長の失踪についての真相は謎のままであり、続く豊臣秀吉による天下統一が日本史に大きな変革をもたらしました。この未解明のエピソードは、日本の歴史や織田信長の人物像についての多くの議論や研究を生み出しています。また、信長の死については多くの謎が残されています。信長の死には陰謀説や遺説が多く、彼の死が日本の歴史に与えた影響についても探求します。本能寺の変、1582年、織田信長は本能寺の変として知られる事件で亡くなりました。この事件については、複数の説があり、歴史的に不明確な点が多いです。その一つに、信長は自害したとする説があります。これは彼が家族や側近との最後の別れの際に自害したという説です。しかし、自害の具体的な経緯は不明です。また、よく知られている説の一つは、信長の家臣である
明智光秀が信長の失踪と死に関与したとするものです。彼は本能寺での変に関与し、信長の失踪後に自害したとされています。信長の死については6冊説も存在します。信長の食事に毒が盛られたという説が一部で言われています。しかし具体的な証拠は不明瞭です。本能寺の変自体についても詳細な経緯がはっきりしない点が多いです。明智光秀は信長に反旗を翻し、信長は急遽寺院で自害したとされていますが、事件の背後に何があったかは不明確です。本能寺の変の際、多くの書物や文書が消失しました。このため信長の失踪と死に関する詳細な資料が失われたため謎が残っています。織田信長の死についての謎は日本史研究者や歴史愛好者にとって長い間議論の的となっています。信長の死に関する真相が明らかにされることは歴史の謎の一つとして未解決のまま残っています。最後に信長の遺産とその評価について考えてみましょう。まず信長がその時代にどのような意義を持っていたのかについて考えます。信長は戦国時代という混乱と変革の時代にあって、その力強いリーダーシップと革新的な思考で日本の歴史に大きな影響を与えたのです。その戦略と野望は後継者たちによって実現され、天下統一という大技を成し遂げる基盤を築きました。例えば信長が実施した鉄砲の大量導入は日本の戦術を一変させ、国内の戦略を大きく変えました。これは一例ですが、その他にも信長は商業や文化など様々な分野で改革を行い、日本の近代化への道を開いたのです。次に信長の歴史的な位置づけについて見ていきましょう。信長は戦国最強の英雄として広く認識されていますが、彼がこの称号を受けるのには理由があります。彼の斬新な戦略、部下への対応、そしてその野望と結果は戦国時代を象徴する存在として彼の地位を確立させました。信長の死後も彼が打ち立てた政策や制度は後の世代に大きな影響を与えました。彼の武力政策や人材登用の方針は豊臣秀吉や徳川家康の時代に引き継がれ、近代日本の基礎を築く一翼を担ったのです。最後にこの動画では織田信長と不解明なエピソードについて解説してきましたが、信長の人間性やその活動はそれだけで多くの話題を提供します。彼の偉大さと同時にその人間性や矛盾もまた私たちが戦国時代を理解するための重要な鍵となります。今回の話が皆さんの歴史への興味を一層深める一助となれば幸いです。高評価とチャンネル登録をどうぞよろしくお願いします。次回の動画もお楽しみに。それではまた。